皆さんこんにちは、アラマサラエンパワーの宮里です。今日はクリスマスということで、全然クリスマスのデコレーションじゃないですけどクリスマスということで、もうクリスマスといえば、クリスマスのオイルといえば私にとってはフランキンセンスなんですよね、もう1年で最大 のイベントというか、ドテラにとっても皆さんがすごく楽しみにしているのは、200ポイントを購入したらフランキンセンスがもらえるというものになると思うんですよね。で、私もすごく楽しみにしてて、このプロモーションは絶対に逃さないよって思っているプロモーションになります。で、フランキンセンスって本当に、有名なオイルなんですよね。日本語で言うと乳香というオイルで、モツ薬乳香菌っていうものがイエス・キリストがお生まれになった時に3人の博士たちが、捧げたプレゼントとして有名になるんですね。この乳香っていうのがフランキンセンス、モツ薬っていうのが、ミルラっていうものになるんですけど、で金って言われているんですよね。で金、お金というかね、金って言われてたんですけど、実はこの金のオイルだったらしいです。3つともエッセンシャルオイルだったらしいんですよね。で、でも金ってゴールドリキッドっていう、リキッドっていうのが液体っていうんですけど、ゴールドリキッドがこのなんて訳していいかわからなかったので、ゴールドっていうものだけが実は聖書の翻訳で残っていってしまったので、金が送られた、とされたと。そうそう、2つのオイルと金が送られたっていうふうに言われているらしいです。でも聖書学者とかそういう人たちが研究をしたら、実はゴールドリキッドで3つとも精油、香油とか精油とか言うんですけど、エッセンシャルオイルだったっていうことが知られているんです。でそれが、私が聞いたのはこのゴールドリキッドがバルサムファっていうオイルで、ドテラでもバルサムファっていうオイルは購入じゃなくて、ポムとしてプレゼントとしてもらえるオイルで、結構皆さんあんまり使っていないと思うんですけど、この3つ確かそうだと思います、私が聞いた話は、ね、とにかくその、高価な贈り物として博士たちがイエス・キリストに送ったんですよね。でその当時、このなんで、金じゃなかったかっていう、この聖書学者の話によると、お金でも買うことができないぐらいの、買うことができないぐらいのっていうか、すごく貴重なオイルで、強盗たちは、その当時のね、強盗たちはお金を盗んで、そのお金とエッセンシャルオイルを交換したっていうぐらいの貴重なものだったらしいんですよ。だから強盗が盗んだものは、で一番手に入れたかったのがエッセンシャルオイルだったと言われている。すごいね。本当にすごいんですよ。で、あるリーダーさんがおっしゃってくれた話の中で、そのこのフランキンセンスが取れるところってすごくいろいろ紛争があったりとか、部族間の争いがあったりとか、すごく危険な地域だなんですって。で、そこで、でもドテラの、この役員の人たち、エミリーたちがまずそこに行って何をしたかって言ったら、何十という部族の人たち の族長さん、市長さんとか日本で言うと分かんないですけど、なんかその人たちをまず集めて、紛争をしている地域なので、この違う、この族というか、部族の人たちが集まるってすごいことなんですよね。それを一堂に集めたっていう話を聞いた時に、まずすごい、でその地域でも、また近隣の地域でもこれがすごく話題になったっていうぐらい、本当にすごいことらしいんですよね。だからそのリーダーさんはそれを聞いた時に、ドテラって本当に平和を作り出してるってすごく感動したっていう話を してたんですよね。でまずそのフランキンセンスというのは、そういうところから作られていくっていうのが背景としてあるそうです。で私がとても印象深い話の中で、まずフランキンセンスっていうのは、クレオパトラが美容で有名な、クレオパトラが使っていたオイルとしても有名なんですけど、
ドクターヒルというね、あの創業役員で有名な、ね、方がいらっしゃいますね。アロマタッチとか、あの本当にドクターとして、ね、有名なんですけど、その方がもし砂漠に1本しかオイルを持っていけないとしたら、私はフランキンセンスを持っていきます、うん、といった話が、あの私の中ではすごく印象深くて、うん、つまりある程度何でも対応ができる、うん、貴重なオイルということなんですよね。だからそれを知ってる人たちはこの 200PV プロモーションは絶対に逃さないし、あのある人はね、あのボーナス12月でボーナスもらえるじゃないですか、ボーナスで、まあ、4つ 200PV をごとに1本フランキンセンスがもらえるんで、うん、4つ全部ボーナスをつぎ込んだっていう格にね、うん、そういう人もいるぐらい価値があるんですよね、うん、だって 200PV って言ったら、まあ、3万円ちょっとぐらいで出して1万円のオイルをもらえるっていう還元率ってすごくないですか、うんうん、ね、だからなんかすごく貴重で、でオイルを開けなかったら本当に何年も持つと言われているので、備蓄とかにもすごく、うん、あの役に立つというかね、あの時々、まあ、いろんなコロナの時期とか輸送の問題とかで、うん、オイルが調達できなかったこととかもあったと思うんですけど、その時に本当に備蓄しててよかったなって思うんですよね、うん、だからあのそういう時にあのオイルをちょこちょこしか買わない人にとっては、もしかしたら毎月ちょこちょこ買わずにまとめて 200PV でフランキンセンスをもらった方がその方にとっては最大にお得かもしれない、うん、まあ皆さんそれぞれのペースでね、あのお得なお買い方をしたらいいと思うんですけど、本当におすすめです、あのフランキンセンスで、あの本当にそのまあ会員登録してね、チームであの学ぶときにフランキンセンスが本当にこの体験談としてね、あのいろんな人たちの役に立っているってことはね、うん、すごくあの聞くことができると思うので、うん、ぜひ科学的なことからいろんなことをね学んでいただければいいなと思ってます、うん、それを知ったら絶対に欲しくなるっていうね、うん、あの思うかなと思います、うん、フランキンセンス使ってるよく使ってます、よく使ってるよね、持ち歩くし毎日もうはい、もうあらゆるところに、うん、はい、使ってます、うん、まあ、なんか、うん、このうちのおばさんはあの告別式とか行けないって言ってて、うん、だけどフランキンセンスがあればなんとか行けるっていうぐらいなんかこの何だろう、何かから自分を守るというか、うん、自分の心を穏やかに、うん、あのしてくれるというか、うん、あの役に立つ、メンタル的にも、うん、あの本当にサポートが、うん、なんかこう浄化というか、うん、瞑想とかでによく使われたりとかしますね、うん、なので本当にフランキンセンス、私は香りはとっても好きっていうわけではないけれども、うん、でもあの私もかなり、うん、あの何かある時には必ずすごい、うん、あの使っているので、うん、ぜひ活用していただければと思います、うん、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてあのクリスマスクリスマスのこの、 あの日に、うん、あの本当に貴重な、うん、あの良い気持ちを感じながら穏やかに過ごして、うん、来年を迎えていただければいいなと思っています、うん、はい、はい、ありがとうございます。ではまた。ではまた。